もちづ月ちは、日本海軍のむ月型駆逐艦11番艦である。艦名は、満月の別称。1927年、昭和2年10月に竣工した。1943年、昭和18年10月、ニューブリン島で、揚陸作戦中に空襲を受け星した。1925年、大正15年6月25日。 大正12年度官邸補充計画に基づき、浦賀選挙で、建造予定の一等駆逐艦に、第33号駆逐艦の艦名が与えられた。1927年、昭和2年10月31日に竣工、佐世保鎮守府に所属した。1928年、昭和3年8月1日、餅月と解消された。1937年、 昭和12年からの品事変で、中止、南四方面に進出した。1941年12月8日の太平洋、戦争開戦時、もちは無月、き、ひさらぎ、の無月型4隻で、第30区逐隊を編成し、南洋部隊の第4艦隊、第6水雷戦隊に所属していた。開戦直後の11日、第30区逐隊は、 第六水雷戦隊と共に、ウェイク島攻略戦に参加した、編成は、ウェイク島の戦い参照。陸上からの砲撃と空襲で疾風と木更ぎの駆逐艦2隻を喪失、作戦は失敗したが、もちに被害はなかった。12月21日以降の第二次攻略作戦にも、参加し、ウェイク島を占領した。その後、第六水雷戦隊は、ラバウル、ラエ、 サラーモア、ブーゲンビル島の核攻略作戦に参加した。5月上旬の35回回戦では、ポートモレスビー攻略部隊に参加した。5月25日、ウズキが第30区逐隊に編入した。第30区逐隊は6月以降、ガダルカナル島設営作戦や、戦団護衛に従事した。7月上旬、弥生と共に、修理のため本土へ開港し、13日に、 させぼ港に寄港した。7月10日、第6水雷戦隊が解体された。第30区逐隊は10日に、第2海上護衛部隊、14日からは、新編された第8艦隊に配属された。8月24日から25日の第2次、ソロモン海戦では、沈没した空母流上艦載機で藤した乗員の救助を行った。9月11日、 ニューギニ,ニア島、ミルン湾で、弥生が空襲を受け沈没した。駆逐艦イソフーと共に、乗員の救助活動に従事した。21日夜に、イソフーとラバウルを出撃し、22日にカッターボートの10名を収容した。同日深夜の救出は失敗したが25日夜に、イソフーと再出撃し、26日夜にノーマンビー、島で、弥生イ艦長以下上。 クミーン83名を救助した。10月5日、輸送船、愛国丸、報告丸、成長丸が、東南アジアからソロモン諸島への陸軍輸送を実施することになり、もちは10月5日に戦団と合流、6日ラバウルに到着した。12日、鳥海、もちはラバウルを出撃、13日、ショートランド白地に到着した。10月14日、 前夜の第三戦隊、戦艦混合、春名による、ヘンダーソン基地艦砲射撃に続いて、従順、鳥海、絹笠も、同飛行場基地に対し艦砲射撃を実施、甘霧、餅月は、従順二隻を護衛した。10月16から17日、軽巡洋艦三隻、川内、由良立田と、水雷戦隊部隊、秋月、四水戦機関、浅雲、暁月、 雷、紫、夕立、春雨、寂だれ、浦波、敷波、綾波、有ア明ア、白露、しぐれによるガダルカナル島輸送作戦が実施された。十七日夜、軽巡戦隊は、ガトーエスペランス岬にて、水雷戦隊は、タサファロング岬にて揚陸に成功。鳥海、木の傘、天霧、餅月は援護のためルンガ沖に進出し、天霧、餅月の実、 飛行場への艦砲射撃を実施した。11月上旬、餅月は、慶順、天竜及び第四水雷戦隊を機関とする、造園部隊と共同で、ガダルカナル島への輸送作戦を実施した。構造演隊、朝雲、第四水雷戦隊機関、紫、春雨、夕立、しぐれ、白露、有明、夕暮れ、白雪、暁、雷、 天竜は11月1日22時30分に、第一攻撃隊、絹笠、増援部隊指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官機関、川内、天霧、初雪と、お増援隊、満長、四波並み、綾波、餅月は23時以降にショートランドを出撃、各艦に、白雪触将以外の損害はなかったものの、揚陸地点で波浪のためない家庭や探偵を、 多数も、未用陸物資を出した。もちは、大発動艇2隻を栄光して祈祷している。11月5日、構造園体、朝雲、帰還、村雨、春雨、夕立しぐれ、白露、有明、夕暮れ、浅潮、満潮、乙造園体、浦波、敷波、綾波、初雪、もち天竜は、河東輸送を実施、米軍魚雷艇や、 潜水艦の襲撃をかわして、全艦無事に帰還した。輸送作戦と並行して、初雪、持月は、ガダルカナル島のアリ輸送、大発動艇、小発動艇部隊基地撤収作戦にも従事した。11月7から9日、第四水雷戦隊、臨時機関、天竜機関の仏像園部隊、指揮官第9駆逐隊司令、佐藤康夫大佐、浅雲、機関、村雨、 夕立ち、春雨、しぐれ、白露、夕暮れ、朝潮、万潮、もちきは、ガダルカナル島輸送作戦を実施した。朝雲、も、月ちきは、警戒艦として行動する。8日、深夜、米軍魚雷艇複数隻が、日本艦隊を来撃。魚雷一本が、もちきに命中するが、不発だっため被害はなかった。11月中旬、もちきは、 第3次ソロモン海戦に輸送船団護衛艦として参加。造園部隊駆逐艦、早地を第二水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将,将機関、親潮、黒潮、海風、甲風、両風、高波、巻波、長波、天霧、餅月は輸送船団11隻を護衛してガダルカナル島へ向かうが、空母、エンタープライズ艦載機及び、 ヘンダーソン基地航空隊や B-17 重爆の反復航を受ける。もちは沈没船から乗組員112名を救助した後、被弾したサドマルを雨切りと共に護衛してショートランド白地へ戻った。第三次ソロモン海戦は日本軍の敗北で終わり、ガダルカナル島の戦局は一挙に悪化した。もちは同海戦で損傷した軽巡洋艦。 イスズを護衛してトラックへ向かい、11月20日に到着した。12月1日、ムツキ、ヤヨイを喪失して、モチズキ、ウズキの2隻になっていた第30駆逐隊は解体された。その頃、連合軍はニューギニア戦線で反撃に出ていた。11月16日には、パプアニューギニアの日本軍拠点ブナに上陸戦闘を観光し、ブナゴナの戦いが始まっている。 日本海軍はガダルカナル島方面に加えてニューギニア方面でもネズミ輸送を、駆逐艦輸送を実施することになった。12月12日、従順、熊野、鈴谷と、もちからなる支援隊はカビエンを出撃してアミラルテ諸島へ進出、輸送隊、風雲、荒を、磯波、電に対し補給を実施した。12月18日から19日、朝潮、 もちづきは本半島先端の不倫種へ陸戦隊の揚陸を実施。機と爆撃を受け、もちづきは戦死者40名以上を出した。12月21日の段階で東部ニューギニア方面護衛隊機下の駆逐艦は、もちづきのみとなった。1943年昭和18年1月9日、駆逐艦、もちづき、水雷艇広島輸送船、西山流を護衛して、 入場時や等分断輸送を実施した。十三日、もちは、不設艦、津軽と共に三体される地まれ方への輸送を実施。その際、座礁して損傷する。何度も損傷した、もちは二月に、佐世保に寄港し、修理に従事する。三月より再び、ラバウル方面で、輸送任務に従事した。三月二十八から二十九日、天切りと共に、 第12防空隊50名と、両職団薬をレカタ基地へ輸送した。30日、三日月、餅月、宇月で第30駆逐隊が再編され、南東方面艦隊、第8艦隊、第3水雷戦隊、秋山テルオ少将に所属した。餅月は、第11航空戦隊、958、空水艇部隊と共に、 ビスマルク諸島方面航空隊にも配属された。4月2日から3日、摂風雨切り、雨桐、もちづは3体佐ベル島、レカタ基地輸送を実施した。4月7日、雨桐、もちづで、レカタ輸送を実施するが B-17 重爆一機の攻撃で甘桐が損傷した死傷者10名。4月29日から30日、甘桐、夕桐、もちづで、 クレチンジュフ第7特別陸戦隊司令官、かつのミノル少将や不評、第23連隊230名、弾薬糧職等をレカタイ輸送した。5月3日、第2回、5月7日、第3回、5月10日、第4回と、この3席で輸送作戦を実施した。4月下旬5月上旬のガツアンキ輸送はこれで終了し、次のガツアンキ、 レカタ方面6月末、コロンバンガラ方面7月末まで物資の集積に努める。4月下旬5月上旬のレカタ方面における輸送送料は、進出、陸軍820名、海軍306名と構想、陸軍507名、海軍58名及び燃料弾約90トン、量食150トンであったという。5月下旬。 月暗記となったため日本海軍は駆逐艦輸送を再開した。5月28日と5月31日、もち天き、は部員で肩輸送、2回の合計さ7特陸戦隊464名、物件220トン、燃料120缶を実施した。6月4日から5日、天まぎ月、ちさつきはラバウル鶴部輸送を実施。6月6日から7日、 長月、餅月による鶴部輸送を実施。並行して、潜水艦によるモグラ輸送が行われた。6月27日から28日、餅月、サツキ、ユーによるコロンバンガラ島を輸送、陸兵900名、物資100トンを実施した。直後の6月30日、米軍はレンドバ島に上陸、ニュージョージア島の戦いが始まる。 外南洋部隊水上部隊指揮官、秋山照ル第三水雷戦隊司令官は、司令官直卒部隊、秋月型区逐艦機関新月、餅月、佐月、夕なぎ、先行部隊、天霧、初雪、長月、水月、三日月を指揮して、ラバウルヤブインから出撃、レンドバシマ海面に到達したが米艦隊と遭遇しなかった。七月二日夜、 秋山司令官は、直卒隊、新月、帰還、天霧、初雪、長月、さつき、もち月と陽動隊、軽巡夕張り、駆逐艦、夕凪、三日月を率いて連度は島沖合に突入した。だが米艦隊は出現せず、日付変更後に、米軍魚雷艇と米軍機や艦空襲を受け、魚雷艇2隻を撃沈して撤収した。その頃、 米軍は、ニュージョージア島へ上陸を開始、日本軍は、コロンバンガラ島への緊急輸送を起とする。第1回輸送部隊、第22駆逐隊司令、金岡国造大佐、第22駆逐隊、長月、佐月、新月、夕凪と、第2回輸送部隊、第11駆逐隊、天霧、初雪、第30駆逐隊、餅月、三日月が編成されて、 部員を出撃するが、第一回輸送隊は、米艦隊、巡洋艦四駆逐艦四と遭遇し、駆逐艦一隻を撃沈。だが、輸送作戦そのものは、中止に至った。七月五日、南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は、増援部隊全力によるコロンバンガラ島輸送を命じ、秋山三水戦司令官は新たに、影楼型駆逐艦二隻。 浜風、谷風と、白梅型区畜間一席、両風を編成に加える。秋山少将直卒隊、新月、両風、谷風、第一次輸送隊、も月、き、三日月、浜風、第二次輸送隊、天霧、初雪、長月、さつきという部署であった。同日遊告、第三水雷戦隊は、ショートランド白地を出撃。 コロンバンガラ島到着直前の2348より、ウォルデンエルエインズワース少将率いる、米艦隊、巡洋3、駆逐艦4との夜間水上戦闘が勃発する、クラワニア戦。新月、両風、谷風、雨霧、初雪が、砲船魚雷戦を展開する中、餅月は、大発動艇の英作をスクリューに巻き込む事故を起こし、浜風、三日月から遅れてしまう。 7月6日午前3時、揚陸を終えた、もちづきは、短観できとに着くが、4時10分に、米艦隊から砲撃を受け、昇破、魚雷1本を発射して、戦場を離脱した。本海戦で、新月が沈没、長月が座礁放棄。特に、新月沈没により、前、乗組委員と、秋山少将以下第三水雷戦隊司令部は、総員戦士、 他の駆逐艦も損傷した。米軍は、軽巡、ヘレナが沈没した。損傷した、初雪、餅月は、ラバウルへ交代し、15日まで、応急修理を実施している。増援部隊、第三水雷戦隊は一時的に司令官不在となったため、従順洋艦、鳥海艦長、有賀工作大佐が代理に指揮を取る。7月7日、伊住院松次大佐。 前職戦艦混合艦長が第三水雷戦隊司令官に命され10日に着任した。しかし前日のように三水戦は参謀や司令部要員ごと全滅しており、そこで第二水雷戦隊司令官伊崎俊二少将、機関、陣図が増援部隊の指揮を取ることになった。ところが7月12日夜のコロンバン柄島沖海戦で 人数は沈没し、伊崎司令官及び、第二水雷戦隊司令部も全滅。第七戦隊司令官、西村昌司少将が当面の指揮を取ることになった。一連のクラワン野戦とコロンバンガラ島機海戦で、日本軍は、米軍水上部隊に大打撃を与えたと判断し、コロンバンガラ島方面での敵艦隊撃滅と、輸送作戦を行う計画を立てる。第七戦隊司令官、 西村少将を指揮官とし、主体、熊野、鈴屋、水雷戦隊、川内、さ佐月、水月、摂風浜風、新波、夕暮れ、輸送隊、三日月、夕なぎ、昇風という戦力が集結十六日2千二百にラバウルを進出して部員へ向かった。初雪、餅月は西村艦隊に先行して十六日夕刻にラバウルを出撃。 17日午前5時に、部員に入港。初雪は、水月に、もちづきは、さつきに横付けして、物件、重油の遺災を行う。7月17日朝、部員は、大型爆撃機19、戦爆薬150機の大空襲を受ける。被弾した、初雪は、沈没、さつき、水月が勝破。翌日にも空襲を受け、もちづきが勝破した。これを受けて、 西村艦隊は、一旦ラバウル駅と戦力を再編した後18日に再出撃した。19日から20日、輸送作戦には成功したものの、夜間空襲により、従順、熊野昇派、駆逐艦、新派、夕暮れ沈没という損害を受けて戦果はなかった。増援部隊艦艇は一時ラバウルに交代し、修理を行う。両艦の三日月が、 鶴部輸送を実施中に座礁し、7月28日に空襲で沈没した。29日、もちとさつきの応急修理が完成した。二隻は損傷した従順熊野を護衛して、ラバウルを出発、トラックに向かった。もちはサイパンを経由して8月15日に佐世保へ到着、修理に入った。9月21日に佐世保を出撃。 トラック白地を経営して29日にラバウルに戻り、引き続き護衛作戦に投入された。10月7日から8日、天霧、サツキと共に、スルミに21日から22日は、天霧とブカシ輸送を実施した。10月23日、ニューブリ転島ジャキノットに、米軍上陸の情報があり、南東方面艦隊は、もちきとうずきに、 陸戦隊約100名の輸送を命じた。二隻は午後4時15分にラバウルを出撃したが、ジャキノットで揚陸中の24日午前0時20分に空襲を受けてモ月が被弾、沈没した。乗員10名が戦死した。うずきは揚陸を断念し、モ月の乗員を収容してラバウルに戻った。米軍記録による沈没海域は、1944年、 昭和19年1月5日、帝国駆逐艦席から除籍された。艦名は海上自衛隊の護衛艦持ち月に継承された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。